はい、アイレスです。アイレスの、バイカウントと、はい、いうカメラをご紹介します。1959年に出ました。はい、レンズシャッター式のレンジファインダー機です。ここに、アイレス、はい、書いてますね。ビスカウントと書くんですけれども、バイカウントと、読むそうです。はい、バイカウント、確かヨーロッパの貴族の爵位の一つだと思うんですけれども、なんかそういうね、はい、ドイツカメラで憧れていた時ですから、そういう、名前が付けられています。はい。1959年、古いですね。アイレス写真工機といって、コニカやミノルタ、キャノン、そういった大手のメーカーとは違う、中小メーカーの、国産の、作った、カメラなんですね。もう59年ですから、キャノネットが出る、もう少し前で、もう最後のカメラになりますね。はい。ウルムシの開け方、こちらピンですね。こう引っ張っていただくと開きますので、はい。こちらフィルム入れて、こちら差し込んでいただければ、それで、普通のカメラで OK ですね。はい。で、フィルム装填してもらって、2、3回巻き上げて、撮影準備に、入っていくわけですけれども、カウンターはここにありますから、ここで確認してください。はい。で、露出系はないです。はい。完全機械式のフルマニュアルですから、こういった単体の露出系ですね。はい。中古カメラ屋さん、こういうカメラが置いてるところに行くと、こういうの中古で売ってますので、これセレンなんですけれども、使いやすいので、こういうの一つ買われたらいいかなというふうに思いますね。ここで、フィルム感度ここで合わせて。はい。で、あとは、こう赤い針がこう赤の線と動きますので、青い針持っていくんですね。はい。これでシャッタースピードと絞りの組み合わせが出ますので、これでこちら側、任意で設定すると、はい、いうことになります。で、この先頭のダイヤルが絞りのダイヤルなんですね。で、この後ろの、ダイヤルが、シャッタースピードのダイヤルと、はい、いうふうになります。表示がここに出ますね。で、この間切り込みがあって数値が出るんですけれども、これは EV 値です。シャッター速度と、絞り値の組み合わせの数値ですね。これも出ますね。こちら露出計にも、はい、ここに出てますね。EV。はい。組み合わせの数字です。はい。で、そうですね。仮に、アーサー100のフィルムを入れたとしたら、まず、シャッタースピードを125分の1秒にしてみる。はい。125分の1秒ですね。それに対して、絞りを持っていくわけですけれども、絞りも、ね、前にあるんですね、シャッタースピードが。はい、動いているのが見えます、動かすと。で、ここの 5.6、F5.6 から F8 の間に赤い印がありますね。これ何であれかと言いますと、大体、当時モノクロだったんです、普通に。はい。で、仮にアーサー100としたら、125分の1秒で 5.68 という数字は、すごくバランスがよく映る、ところだったんですね。まあ、モノクロフィルムということで、ラティチュードといって、露出の許容度も広いですし、5.6 から8っていうのは、だいたい大人2人、並んで、後ろ何か景色があるときに、まあ、もちろん人にピント合わせるわけですけれども、人も綺麗に映り、バックの、被写体も、まあ、そんなにボケることなくバランスよく映るという、ちょうどいいところなんですね。はい。それで、わからないところはここへという意味で、印がついてます。はい。で、これ、で、あとは設定したら、ファインダー覗きながら、ここの一番奥の、この下にこうつまみありますので、ここをこう回しながら、はい、二重画像を合致させて、巻き上げて、はい、シャッターを打てばこれで OK と、はい、いう形になります。はい。セルフタイマーがですね、面白いんですね。この奥にもう一つ黒いダイヤルがありますけれども、M、X、V とありますね。はい。通常これ、X のところでいいです。X と M というのはストロボの種類の違いなので、M は M 級バラクといって、1回だけのバーンと発光してまた取り替えるという発光球で、X が、また当時出たばかりであろう、常時発光する今のストロボのようなものなんですね。別につけたときに、ここでコードでつないで使うわけですけれども、この V がセルフタイマーなんですね。はい。本来セルフタイマーというのは、この共通のところにレンズシャッター機というのは、セットレバーがあるんですね。これないんです。
はい。V に、するだけでいいんですね。V にすることによって、巻き上げてシャッター打つと、はい、セルフタイム走り出すんですね。はい。よくできてると思いますね。大きなメーカーじゃないんですね。アイレスという会社は。で、もちろんカメラで大量生産するわけですから、部品一つ一つのコストっていうのが、あるかないかで、製造コスト変わってくるわけですけれども、このように、この共通の中に、シャッターの仕組みがありますから、一つ切り替えることによって、それでセルフタイマーが動くようにすれば、セットルはいりませんので、大幅なコストの削減につながりますので、当時のですね、こういう、高級機器メーカーではないカメラの面白いところというのは、技術的に、もう基本的には機械工学の時代なので、安く作ろうと思えば、いくらでも、部品を換算してできるんですけれども、安いながらに、じゃあどうやって作っていくか、例えばこのセルフタイマーでしたら、どうしてもコストはかかってしまいますね、レバーをつけると。ない形でちょっとでも安く売るためにはどういうふうな仕組みで作ったらいいかということが、結構ですね、よく考えているので、触っていると、すごいなと、はい、いうふうに思いますね。こういったところが、ものづくりの、何とも言えない、ものづくりが来ていた時代の何とも言えない、ところなんですけれども、はい。で、このファインダーなんですけれども、覗くと、当然枠があります。この範囲で映りますよという枠ですね。で、真ん中にも枠があるんです。赤い枠が。何の枠かと言いますと、このアイレスというカメラは、別に、コンバージョンレンズといって、こういう付けれるレンズがあったんですね。で、例えば、80mm だったかな。で、付けると、ちょっとこう、望遠でも撮れますので、それを付けた時の、フレーミングワーク、望遠ですから、範囲が狭いわけですね。覗くように、中央に赤い枠があるんです。はい。通常はですからその外側の枠で撮っていただいたらいいので、覗いていただいて、なんで赤い枠あるのかなと思えば、そういった別着のものをつけた時のファインダー枠だというふうに、はい、ご理解していただければいいというふうに思います。はい。あとはもう終わったのは巻き上げですからもう同じです。このボタンを押していただいて、巻き上げれば、これですね、巻き戻しクランクを開けて、こう巻いていただけば巻けますので、ことの温度引っかかりが変わりますので、それで、巻き戻せているということですから、また開けて、フィルムを出していただければ、はい、それで、現像、プリント出していただければ OK と、はい、いう形になります。とても重いカメラです。800g ぐらいあるんです。ほぼ1キロありますね。だから女性にはちょっと重たいかなという、私でも重たいと思うので、もうほとんど使わないカメラなんですけども、実際、手にしても。1959年ですが、キャノネットが出る本当もう少し前ですね。はい。この少し後にもキャノネットができて、これでアイレスとか、ペトリとか、小さな会社がどんどん潰れていっちゃうわけですけれども、当時は1950年代までは、コニカとか、ミノルタとか、キャノンとか、そういった大手の老舗のメーカー以外の中小メーカーのカメラメーカーがとてもたくさんあったんですね。余剰半メーカーといって、そういったカメラばかり専門に集めて研究されている方もおられるんですけれども、そういったカメラの一つです。はい。今言ったようなセルフタイマー一つにしても、非常によく考えて、いますし、安いながらに、設計した人、作った人が、いろいろな工夫を凝らしながら、カメラを作っているところがこういうカメラの、この時代のカメラの魅力ですね。はい。もし、お家から出てきたら、かなり古いカメラですので、まあ出てくることはとてもすごないとは思うんですが、彼に手にする機会があったら、もう機械式ですので、電池いりません。はい。フィルム一本でも撮っていただければ、嬉しいかなというふうに思います。これは、このバイカウントは、コーラルの F2.8、45mm がついてますけれども、F1.9 というのもあります。はい。どちらでもいいと思います。普通にモノクロの時代ですので、カラーで撮ると発色が独特です。はい。それをまた楽しんでいただくのもいいかなと思いますので、どちらでも、撮っていただいて、半世紀以上前の、カメラなのに写真が撮れるというふうなこと、若い方はちょっと、発見して、楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい。アイレス、写真工業の、レンズシャッター式、レンジファインダー機、バイカウントでした。はい、以上です。